こんばんは、けんい一です。こちらの時間は2020年6月27日の夜9時でございますが、あなたがこれを聞いている時間は何年、何月、何日でしょうか。今日のこの表紙絵といいますか、画像は今日の昼食べた弁当です。で僕はこの弁当を食べてから今、この時間まで何も食べていません。 バタバタしているうちに夜9時を迎えてしまいましてお時間となりましたので始めるということなんです。真面目だね。別にこれ生で聞いてる人なんてのはいないんですよ。ここ数週間、ここ数回はそんなにいなかった。一人いたかなっていうくらいですよ。ね。だったらさ、別にそんな告知もそんなにはっきりしてないし最近はもう30分前にやりますよなんてことも言ってないから 勝手に時間をずらしてねやればいいんですよ、ね、生で誰も聞いてないんだから。まあ、でも生で聞いてなくってもやっぱりこのアーカイブに残してますからそこで聞いてもらってる方はねこれありがたいことに徐々に増えてきてましてねやっぱり僕のやり方は間違ってなかったなと。ね、自分はこう生で一気にあと30分やりますということで、まあね、皆さんは、ね、あのいつでもそれが聞けるっていう状況これがやっぱり今の。 こういっったた配信のの理想なのかなかと思ってたんですけどやっぱね、再生回数が徐々に増えてきてますね。ありがたいこと。ぜひ、本当にね、生、ぶっちゃけ僕は生じゃなくてもいいので、だって、昔からやってることって、録音していたものを後から聞いてもらってると、仲間内、友達にね、そういうこともやってたんで。 やってることは本当にもう20年前とか25年前、になったら30年前から何も変わってないわけで、今はそれをネットに置いておけば、好きな時に、好きな時間に好きなだけ聞いてもらえるっていう形になってるからね。だからすごくありがたいことですよ。もう何でも聞いてもらえるっていうのはね、ありがたいことですので、ぜひぜひ。生じゃなくていいのではいまあ生がな、生で聞く、このツイキャスで聞いてもらって何がいいかっていうと、コメントをね、ダイレクトに、リアルタイムであの打っていただける で、それ以降拾えるっていう、まあそれありますけれど、まあ、こっちはだってもう、一人喋るよりを何年やってきてるんだって話ですから、えまあいただければありがたいけども、なかったらなかったでえ、しゃべることはいっぱいありますからね、喋ってきますからえ、どういった形でもぜひ、えー、聞いていただければと、もう習慣になってもらうのが一番ありがたいことで、ね <laughs> ね、それはよろしくお願いします。はい、さて、この1週間、えー、都道府県をまたいでの移動は OK になりました。 よねで先週末は結構人の移動もあったっぽいですね先週の土曜日には僕福井県の方に s ッ p に行きまして海の方に行ってあのスタンドアップパドルねマリンレジャーやってきたんですけど帰り6時7時ぐらいの名神高速かあれ結構人いたもん人ってか車ね車多かったもんなうん えこの時間に渋滞っていうか車の流れこんなに悪かったっけって思うくらい、うん。やっぱり待ちわびていた人っていうのはやっぱり多いんでしょうね。うん。まあこれで、あのー、外出も、まあ気をつけはするんだけどね。気をつけはするんだけれども、まあ出られるようになったと。ただ、その、まあ、気をつけなきゃいけないっていうところで、ちょっとこう自分の中でブレーキかけなきゃいけないっていう、そのアクセルを踏む。そしてブレーキを踏む。 アクセル踏みながらブレーキを踏むっていう、なんかどういうふうになってるのか、なんかバランスがどう保っていいか分かんないっていう感じですよね、まあ、それがしばらく続いていくんでしょうけれどもね、まあ、気をつけながら外出をっていう感じにしばらくはなっていくんでしょう。行っててままししょうオリーンオイのスクブラ改めまして織出健一です まあその外出の移動の制限解除っていうところに合わせてプロ野球も19日金曜日から開幕になりましてね無観客の中での試合がしばらくは続くわけですねやっぱりいろんなことをね想定して時間の少ない中で準備はねしてこられたと思うんですけどやっぱりそれでもやってみないと。 わからないことやってみて初めてわかることっていうのがやっぱりいろいろと出てきているようでね、この間の日曜日、えー、神宮球場のヤクルト中日戦、これでちょっとね、一騒動というか、ちょっとこう問題提起というかね、そういう形になったじゃないですか。ね、中日の依田監督がこう審判のところに歩み寄ってね、えー、審判、審判と。 キャッチャーインコースに構えましたとかアウトコースだみたいないうの聞こえてくるんですよあれ。あれなんとかしてくださいっていうことを言ったらしいですね。ノーマの実況、放送席からその実況がね、キャッチャーインコースに構えた第3球投げたストライク、ボールカウント、ワンボールツーストライクみたいな、そういったのが聞こえてきちまったようなんですよ。グラウンドに。それもあとベンチにも。 まベンチか分かんないけど、選手からあの監督にそういうのが入って、監督が言ったのかも分かんないけど、とにかくグラウンドに聞こえたそうで,で、結構あのニュースになりましたよね。中にはさ、ネットニュースで見たけれども、あるあの放送局関係者は言う、そんなことがあるかと。ありえないみたいな言いぐさで書いてあったけど、ありえます。アナウンサーが シーンとしている状況でグラウンドに声が届いてしまうってことは十分考えられます。なぜなら、私も気をつけたからです。ね、B リーグの、まあ、まだまだあの時は無観客試合というか、まあ、無観客での試合っていう、無観客試合っていうのはちょっと避けてくださいねっていうことを言われてて、まあ、これからはこういった状況だとリモートマッチっていうようになるかもしれませんが、まあ、そういった状況が3月にありましてね、でそこでもう本当に静かな中で。 本来だったらもう B リーグ、バスケット、えー、お客さんも入って、もう光と音の演出がすごいですから、バスケットっていうのは、そういうのもあるんだろうけども、なるべくそういうのを排除して、お金かけないようにしないと大赤字になっちゃうから、お客さん入らないから、売り上げ収入ないから、大赤字になっちゃうから、なるべく簡素化して、本来だったらまあ観客席で作るところだけど、それもなしにして、それからあの広告の,そのボードですか、あのコート周りに置いておく、ああいったボードもなしにして、 とかっってていうのをやってなるべく簡素にして人をかけないようにして試合をやろうとしてたんですそうなると本当に静かでね、普段のガランとしているアリーナ体育館にバスケットのコートがポツンとあるっていうそういう状況ですから、ね、でそんな中で試合をやる選手たちも大変でねもうボールがアウト・オブ・バンズあのコートの外に出てっていう時にも 観客席とかあったらそこに跳ね返って、それほど遠くまで転がっていかないボールも、観客席とかあの遮るものがないから、延々と転がってって、体育館、アリーナの端まで行っちゃったみたいなね。それを B リーガーが、選手が追いかけていくみたいな。もう普段だったら、ありえない光景で。あと、フリースローっていうのもね、集中力を高めて、誰にも邪魔されずに、この位置から打ってね、みたいなのあるじゃないですか。あれも。本当だったらね、お客さん入ってると、言うても敵のチームの、 ファンブースターが集中力を見なさにブーブーブーとかって音出すんですよ。でそれもないから本当に静かな中でやってるわけね。その集中力も大変だろうと思うけどで僕が何気をつけたかって本当にもう静かすぎちゃって自分の実況がコートに届くんじゃないかってでそれであんまり変なことを言って選手たちの集中力を乱すとかあ,あんまり戦術的なことを言ってなんかやっちゃまずいなってことはずっと考えてましたからね。 で、今回のこの神宮球場のことだって多分配慮はしてたと思うんですよ。配慮はしてたけれども、そりゃあなたプロの声舐めちゃダメですよ。どれだけ発声練習をして、どれだけ滑舌を良くして通る声を作ってきたか。それがやっぱりね、気をつけてたって通るんだから。ね。で、声を潜めたってマイクに乗る声っていうのは結構響いて通るもんなんですよ。そういったことを考えると十分考えられるし。 いや、これからもこれひょっとしたらあるんじゃないかなと思ってたら、今日の、あ昨日からか、あの、名古屋ドームの中日広島3連戦、やっぱり、あの、選手の応援歌流したりしてね、なるべくこう、音を出してましたね。まあ、中日の攻撃の時しかちょっと見られなかったんでわかんない広島の時は何がなったのかわかんないですが、まあ、とにかく音を立てて、あまり静かすぎる環境を作らず、まあ、それは、えと、まあ、選手たちのその、 まあ声もうちょっとこう消す、サインプレイみたいなのもあるかもしれないけど、そういうのも消すのと同時に、実況の声も届かせないようにするっていう、そういうこともあ,あるんだろうね。これもやってみないとわかんない、思いのほか実況がねプレイの妨げになるんじゃないかってことも言われてまあ気をつけなきゃいけないなっていうことですけれどもね。 さてラジオトークでお聞きの方はまもなく終了です。この続きツイキャスアーカイブか YouTube チャンネルでお楽しみください。チャンネル登録もお願いしますさ。来週です。次回ですが、7月3日金曜日の夜9時。言ったからには絶対寄ります。金曜です。夜9時です。はい。お願いします。でプロ野球ですので、まあそういった無観客で今やってるけれど、まあお客さんもね、来月の動画から入るんですよね。 まあ5,000人までしかどうも入れないですけれど、その5,000人を入れて、お客さんを招いてというかね、観覧ができる状況でやれるということなんですが、さあ、じゃあ今度お客さんが入った時にどういったルール、どういったガイドラインで見てもらおうかっていうところ、これまだちょっと決まってないみたいなんですが、またえー近づいてきたら発表になると思うんですけれどもね、今までのプロ野球だったら、 まあ何万人とお客さんが球場に集まってチケットを見せてで判券を切ってもらってで指定席だったら自分の席を探してあここだここだってことを座るね座ったらまあその前後左右なんかもびっしり満員だったりするともう見知らぬお客さんがぐーっとこう集まっている状況ですよ。なんかこう 移動する時席のな真ん中ぐらいだったら移動するときにね、ちょっとすいません、すいませんって言いながら、こう膝のこう膝とその前の席のこスペースをちょっとこう開けてもらいながら、ちょっと通るみたいな、そういったこうぎゅうぎゅうの状態でね、で試合が始まる前なんかにちょっとこうねご飯でも食べとこうかみたいな感じで、ね、フードコートに行って。 まあ軽いものを食べたり、あるいはお弁当を買ってきて、自分の席に座って食べたりしながら、ね、そのうち野球が始まってくるとね、えー、ちょっとこう、喉乾いたねなんてことになったら、いいタイミングでね、売り子さんがビールいかすかーみたいなことを言いながらやってくるわけです。で、そのビールを飲みながらさ、だんだん気持ちよくなってきて、で、こう選手のいい活躍したら、ね、選手がいい活躍したら、わーってこう盛り上がって、よし、よくやったーみたいな声も出るでしょう、ね。で、選手がちょっと不甲斐ないプレーをしちゃったらさ、それにこう混ぜて、自分のストレスもちょっとそこにこう解放させてもらう、ちょっと申し訳ないなっていう気持ちがありながらっていう こうヤジが飛ぶみたいなそういったにやかな中で行われているのが去年までのプロ野球なさあ今年どんなガイドラインになってくるのかなっていうことなんでしょうけども何か言われているのはジェット風船はさすがにちょっと厳しいよねないかなっていうようなことはもう早くから言われてますよねあのーまあ、風船膨らませる時に、まあ、唾液がついてしまってそれがまあひょっとするとっていうことらしいですけれどであとさっ サッカーだと、確か鳴り物はダメだっていうのはもう決まってたんじゃないかな。サッカーのどんどんどん太鼓みたいなやつですよ。別にトランペットを鳴らすわけじゃないんだけど、でサッカー確か太鼓を叩くのもダメなんですよ。あれ太鼓叩いちゃうとちょっと声出したくなっちゃうから。<laughs> からまあ、そ,うそうですよ。そりゃそうですよ。ね、だからもう鳴り物もダメ。だから、多分野球もそれに習っていくと結構静かな。 でお客さんがいるけども、やっぱり、無観客でやってるのと同じような、あんまりガヤガヤしてないなっていう中でやるんでしょう。で、まあ、マスクもね、してくださいっていう、まあ、一応、距離は取ってのね、着席になるから分かんないけど、まあ、でも、その席に座るまでの移動のときにはマスクをしていた方がいいですよってことになるから、まあ、あんまり声は出さない状況なんじゃないかなってことになりますよね。さそうなると、7月10日からのお客さんが5000人くらい入ってのプロ野球っていうのはどうなっていくかね。 売り子さんとかかっていいうのはいるのはるねあんまりこう球場に入るスタッフを多くしたくないっていうのはあるだろうからないかもしれないね売り子さんが席に回ってくることはないかもしれませんけどもあったとしたら静かな球場の中にビリカスカービリカスカーみたいな声がこだましている状況になるわけだ。ね、でそれはあのー 当然放送のマイクでで拾うわけですね聞こえてくるのはビールいかがですかっていう声ばかり売り子さんの声ばかりなるのかなあとねあの選手がいい活躍したりとかダメだった時につい出てしまう声とかっていうのもねどうなんだろう慣れてくるともう黙っててもうこう拍手っていう形でその自分の,その声に出したいエネルギーっていうのを拍手に変換して 叩くこともできるかもしれないけど、慣れないうちっていうのは、やっぱり声がうっとかおっとかって出るだろうからね、まあ、そういった声をね、あの規制するってことはないだろうけれど、まあ、そういった声がする。まあ、それでも静かですわね。うん。まあでも、あれかな、応援歌は今もあの流れてるでしょそのさっき言った実況が 聞こえてしまう帽子っていうのもあると思うし、まあ、やっぱり寂しいからっていうことでね、まあ、盛り上げるっていう意味で流れると思うので、全く静かな中でやるっていう感じではないと思うんだけれども、まあ、いつもの感じじゃないってことは、まあ、間違いないでしょう。で、そういった中での最大の問題、僕が思ってるのは、テンションが上がっちゃった人、テンションマックスになってしまった熱狂的ファンをどうするのか。 ここになななっっててくるんんじゃないかなと思ってるんですよまあね、あのー、そうやって見に行く5,000人の方っていうのはやっぱりそのね新しいガイドラインじゃないけどもそのね、えー、に習ってさマスクもして静かに見るっていうことは分かってるんですよ分かってるけどもやっぱりこう長年何十年も野球を見てきている古き良きファンっていうのはやっぱり今までの野球の見方っていうのは染みついてきてるわけですよ。ねえ。 だんだんこれから暑くなってくるっていう夜、半袖で過ごしてても寒くないっていう夜でさ、だんだったら蒸し暑くなってくるっていうこの時期に、ね、開放感のあるところでビールを飲みながら、ね、いいプレーには声を、わーっとこう盛り上がる声を出し、不甲斐ないプレーをしてしまったら、なんだこのっていうような、まあ、やじですよね。自分のストレスの吐き口にしてしまって、申し訳ないっていう気持ちもありながらやじを飛ばすっていう、そういうのが、まあずっとね、行われてきたわけですよ。で、それは分かってる。 分かってるそのフル競きファンも分かってんだけどさあ果たしてその自分が例えばビールなんか飲んで盛り上がってきた時にあまあ気持ちのそのストッパーっていうそのタガがちょっとこう緩み始めてる時に頭では分かってんだけど気持ちがね気持ちが盛り上がってしまってつい今までのような応援ちょっと声が出てしまうみたいなそういうようなことに ななならいいってことはないでしょねだってそりゃ今まで見てきたやり方っていうのがあって分かってんだけどさそうやってルールで見なきゃそのルールで見なきゃいけないっていうのは分かってんだけどでもねっていうのはね今まで見てきたっていうそっちが勝っちゃう場合もあるかもしれないよ、うん、そういう時にスタッフがね小声でねすいません、ね、マスクをして着席でちょっと静かにご覧くださいなんてことを、まあ、言わなきゃいけないでしょねでも なんかこう盛り上がっちゃってるその古き良きファンっていうのは多分もうなんかもうそうなったらもういろんな気持ちが入ってくると思うのよそのもう分かってるねちゃんと静かに見ていけなきゃいけないってい気持ちも分かってるでもさ違うじゃんっていう気持ちも出てくるなんかもう多分自分ではもうわけのわかんない気持ちになっちゃうんじゃないかなそうなるとでついつい言い返しちゃったりしてねなんだとみたいな感じになってそこでちょっとこう小競り合いとか揉め事になっちゃったりするね それはやっぱり、あのいやそもちろんね、冷静な頭で考えたら、ちゃんと、ね、静かに見てなきゃいけないってのはあるけどもさ、そりゃやっぱりファンの気持ちになったら、うん、こんなはずではっていう気持ちがどっかにあるでしょう。で、それがやっぱりね、出てきちゃうってこともあるかもしれないじゃないですか、どうしても。うんね、で、そうなった時にちょっとこう揉めごとになってしまって、だん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 大きな声がになってしまう。ね,ね でもね大きな声出してる方も心の奥底ではねいや申し訳ない本当はこういうつもりじゃないんだけどって気持ちは多分あるんだよでもでもねっていうそのなんかこう説明できないこのモヤモヤっていうのが出てしまうもうもう止められないんだこの気持ちっていうことになってどん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 声が大きくなっていくってそうなってくるとまあ静かな球場にその揉め事の声がこだますんじゃないかっていう心配ね,ね だん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 声が大きくなっていくる。多分冷静に耳を澄ましてれば、ちょっと聞き取れるんじゃないかっていうレベルで大きな声になっていくる。当然、そういったのはやっぱり性能のいいマイク、プロ仕様のマイクっていうのは集合マイクっていうのは拾うかもしれないよね。そうなると、実況はしている。で、実況なんかもやっぱり声をいつものように張り上げることはできないから、ちょっと落としてさ、喋ってる。その落とし気味の声に混じって、ちょっともめ事がね、えー、聞こえてくるわけだ。 で聞いてる方、見ている方もね、お客さん、そのリスナーとか、消費者ですよ、そういった人たちも、なんか気になる、奥の方で言ってる、なんかもめ事してるの、あれなんだみたいなことで、試合に集中できなくなるっていう、まあ、そういう状況がないとは思えないです。なんかちょっとやっぱりそういうちっちゃなもめ事っていうのは、どうしても出てくるよね、なんかそういう、うん、気持ち、わかう冷静な頭だったら納得できることでも、ちょっとこう気持ちが盛り上がっちゃうとっていうのは、 止止めめたいいいいんだけれれども止められない気持ちっててうのは出てくると思いますよまあねでも冷静に見てねそういうもんだってこう納得してご覧になる方が多いとは思うんですけどもねでも気持ちはわかるよね今までできていたものができないっていうそれがずっと続いている中でのっていうことだからないとは思えないのでねそのあたりがどうなるか結構だから今難しいよねうん徐々に徐々にっていうけども 一見、なんかもう普通にできてるような感じがするじゃないですか。ねでも、よーく見てみると、まあ、さっきも話したけども、一見街なんかなんかでもこう人が出てくるようになってね、買い物とかもやってけど、よーく見てるとみんなマスクしてるなーとかね、よーく見てると距離開けてんなーってのね、なんかやっぱり去年とは違うなっていうところがね、ありますよ。ねで、そういう人たちが、やっぱでもそういうね、揉めたりするっていうのも、ひょっとするとね、まあ、その、なんかもう、 こらえきれないい気持ちっていう中にはさもう一見みんな普通にやってるじゃんよく見るとねマスクしたりとか距離取ったりしてるけどよっ一見ねみんな普通にしてんじゃんっていう気持ちでそれはよく細かいところを見てみると東京の感染者が50人いるとかっていうのでね細かいところを見てると全然もうあの安心はできない状況なんだけれど一見こうもう普通に戻ったっていう感覚が。 あったりするとね、その辺のそのどうこの今の状況をとってるかっていうその温度差っていうところも絶対あると思うんだよね多分東京に暮らしている人が見ている東京の感染者50人っていうのともう感染者がいないところで見ている東京の感染者50人っていうのはリアルにその50っていう数字を感じられるかそうじゃない 情報として取るかっていうね、そういったところの差っていうのもあると思うから、温度差っていうのはね、やっぱりあるでしょうね。だって僕とあなたの温度差だ,温度差だってありますもの、うん。だってあなたも仕事してますでしょ学校も行ってますでしょどっちかね、仕事や学校行ってでしょ僕はもう2週間くらい。何にもないですからね。だって僕らの仕事っていうのは結構前の方がね、かなり前の期間で決まってくることもあるから、 大体6月のっていうのが早かったら4月もっと早かったら3月とかでまあ遅くても5月なんかにはそんな決まってくるわけでまあ4月5月なんて言ったら真っただ中ですからねそんなところにないわけでで6月じゃあ明けたみんなは戻ったって言っても僕は戻ってませんから2週間くらいもうずーっとあれですよ自宅警備員ですからね,ねええ文字通りの自宅にいて自宅の留守を守るみたい。 そういういい状況がずーっと続いてるんですよで、まあ来月ぐらいからは徐々に戻ってきてるんでようやく僕もこのトンネル抜けるかなっていう感じでまあ何かあったらいけないと思って今体温と行動記録っていうのはつけてるんですね。で僕なんか本当にいろんなところに行かなきゃ成り立たない商売ですから行くわけです。でそういったところでなんかこう感染者が出たっていうでそれがまた僕があちこち行ってるからお前がどっかにまたねえ あの持っていってんじゃないかっていうこともなってしまうかもしれないでそういった時のためにこう行動記録と体温っていうのはつけて、まあ、自分はだから体温がこの状況だからっていうのを証明になるしでもし仮にあの症状出てないとしてもこういうところに行ってますからここでまたちょっとこうねあの調査してくださいっていうところをちゃんと出しておくために行動記録っていうのも一応つけてはいるんですけどその行動記録がここ数日真っ白ですからどこも行ってないから、ね、逆に疑われるんじゃないかとね思うよね。 あ行動記録これです。ここ何もないですけど。何ですかこれ。平日に何もないですけど、ここ忘れ書き忘れてるんですか思い出せないんですかつっていや、思い出せないんじゃなくて、どこも行ってないんです。そんなわけないでしょつってみんな働いてんだからとかってなるんじゃないかなと思って、すごい心配なんですけど、まあ事実だからしょうがないですよね。<laughs> 本当に自宅警備をずっとしてますから。でもね、やっぱり自宅警備ってうのはあれですよ。あのー、何にもしてないわけじゃないんですよ。やっぱりこう。 雨が降ってきそうになったら、この時期ね、梅雨の終わりっていうのは結構強い雨,雨が局地的にダーンって降ったりするからさ、そういう時のために洗濯物を取り込んだりって、ね。この間、昨日もか、昨日もそのスマホにあと1時間くらいで強い雨がこの辺に来ますっていう通知がパーン来てさ、で、雨雲レーダー見て予測の雲の動き見たら、間違いなく1時間後には来るって、強い雨が来るっていうのが分かったからさ、洗濯物を取り込んでおきましたし、ね。 でああそうか、この強い雨の中、傘も持たずに出た人がいる。濡れてしまっては大変だっていうんで、電話して、もしもしっつってあの、そっちの方に今から1時,間後1時間後に強い雨が行くんだけれども、もし傘持てなくってあの出られないことがあって帰りたいってことがあったら遠慮なく呼んでねみたいなことこうね、自宅の警備しながらこう家庭の平和を守っていくっていう、そういう作業をずっとしてましたね。人はこれを当たり前と言います。<laughs> 家にいいんだから、家のことやるのは当たり前だろうっていうね。ね <laughs> そりゃそうですよ。 何はそんなことを言わって言う,わけじゃ言うもんじゃないんですけれども、まあ、自宅警備っていうのはいい言葉だなと思って <laughs>、あれ、本当に誰が考えたか知らないけどさ、こう平日にこういる自宅家にいるっていうことの,その免罪符的なね、えこう自分のなんかこう悪いことをしてる、いけないことをしてるなってその後ろめたさをこう和らげてくれる、いい言葉でね、自宅警備っていうのはね、本当に <laughs>。 まあ普通にねやるべきだと思うんですけどそういうこともね <laughs> あでもそう自宅警備ありましたもう一つ夜中に窓を開けてカーテンは閉めて窓を開けてたんですけども、まあ、網戸にしててそしたら遠くの方からビニールが擦れる音がガサゴソガサゴソガサソガサ,ガサってこう近づいてくるのね、うんうん、でその時にもう人間だったらどうしようと思ったから閉めていたカーテンを思いっきりシャーって開けて まあ、そうしたらね、あの、ね、起きてんぞみたいなアピールになるじゃないですか。まあ、それで、まあ、そんなリスクを犯して、黒い人間もいるか。よく大丈夫だったね、僕、その時ね。まあ、まあ、確かにシャッと開けたら音がしなくなったんで、まあ、よかったなと思って、まあ、いなくなったんだと思っていたら、そっから数分くらいしたら、今度は、壁の裏、壁の裏をコト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 ってこう、壁に、 何かこう、体がぶつかってるような音がね、ずーっとだんだん近づいてきてるんです。怖いでしょ、そ、それはそれで。何っていう、それ今までしない音がするわけだしで、もしそれがガタガタガタって暴れ始めたらどうしようって思うでしょ。で、怖くなって、今度はこう、壁、壁ドンです。あ、いいんぞっ、つって。もう行けどっつって。物音を立てて、びっくりさせて、退散させるっていう作戦をとったんですけど、しばらくいたね、そいつ。 ガサゴソってこう壁の中央くらいまでガサゴソってきたらなんか勝手にそのままガサゴソっつって遠くにまた行っちゃったみたいだけどまた引き返してったみたいだたけど引き返してくれたかね壁の裏でなんかじっとしてないよね大丈夫だよね数日経ってもそこにいたらどうしようとか数ヶ月経ってもそこにいたらどうしようとかって大丈夫だよね <laughs> まあそれはある意味ねこう 自宅にやってくる、そういったものをちょっとこう追い払った的な、まあ、自宅警備ですよね。まあ、これもある意味、自宅の警備、自宅の平和は俺が守る的な感じで。まあ、家にいると本当にいろんなことがありますね。家にいたっていろんなことがあるよね。で、これで、まあ、さっきもちょっと言ったけど、来月からは、あの、ぼちぼちとこう、お仕事をいただけているので、またこれ、外に行くわけです。で、外に行ったら行ったで、多分何かまた、 出てくるでしょうからねなんかまたここでいろんなことが話しできるかなと思ってますんでなかなかもう4月から始めてこんな感じでなんか話をしていくとは思わなかったですからねなんかいろんなところに行ってこんなことがあったよってことがもっといくつか話ができると思ってたんですけどそんな感じじゃなかったですが来月からはいよいよ、えー、高校野球ね夏季愛知県大会っていうのが始まりますからね甲子園は今年はないんですけども まあそのまあ、甲子園があった時のその県大会、都道府県大会みたいな代表校を決めるみたいな、そういった感じで、まあ、代表校を決めるというか、その各都道府県の優勝校というのはあるんだけども、まあ、それが甲子園につながっているというわけではないという大会が、まあ、実質、夏の大会ですからね、がありまして、愛知県もあって、まあ、各都道府県があって、愛知県も来週から始まります。で、これまた実況をね、します。 えー、メディアス FM というところで、コミュニティ FM なんですけども、愛知県の東海市と千田市を放送エリアとしてまして、でその東海市、千田市にある高校の対戦を実況します。ね、あそうでこの高校野球もお客さん入りませんからね。控えの選手と、あと保護者入れたかな二人までだったか入れたと思うんですけど、まあ多分鳴り物もないでしょうから、まあ、静かな中での実況になるんでしょうから、怖いね。 下手なこと言ってねそれがなんか選手たちのプレーに影響が出ちゃったらどうしようとかってどのくらいの声でやったらいいのかっていうあんまりひそひそ声でやったら今度マイク乗らないしあんまりボソボソってやってる実況っていうのはなんか迫力ないでしょでも今年はなんかでもそれを認めてほしいよねなかなか大きな声現地で出せないんだからさ <laughs> その辺の事情も組んで。 まあ、ラジオですけども、まあ、聞いてもらえればなと思いますので、来週から、来週、再来週とまた、そういうね、高校野球の実況も始まってくるんで、ようやく僕も、徐々に平常運転に戻りつつあるのかなっていう感じになってきますかね、えようやく。 さて、えー、ということで、ツイッキャス30分1人喋り、スクリーンオブライフそろそろお時間です。次回は7月3日金曜日。まあそんなんです。高校野球が始まってくるんで、前日、土日の前の金曜日にやろうと思っております。金曜日の夜9時から生で、そしてアーカイブもぜひお聴きください。スクリーンオブライフ、ここまでお相手、織で健一でした。ではでは。